さん、ありがうございます。今日ですね。車出来上がってきますよ。車。車出来上がってきますね。あの一泊一泊ショップさんに預けて。今。今回あのエアロフルエアロエアロと。あとはあの馬力アップの多分30馬力ぐらいアップする。サブコンと。 あとエアクリ吸気吸気系ですねあとはあの補強パーツあ,補強あのタワーバーみたいな補強パーツとかあとマフラーマフラーも変わりますよそうマフラーもマフラーも変わる楽しみですねちょ,ちょっとワクワクして早く乗りたい <laughs> マフラーどれぐらいの多分ねまああの R よりかは全然うるさくないんで車検適合ですから あの GTR についてたマフラーはですね、車検適合してないマフラーなんですよ。で、車検の時だけ、あの、音量調整できるんで、今回のは多分静かな感じだと思うんですけどね。まあでも、ちょっと楽しみですね。まあ、今回はね、食べるですかね。食べる、うん。食う、食うすね。 まあ僕がネットに入って,き入って一番その意識したのが、まあ、このスキルがあれば飯食っていけるだろうっていうところですね。まあ、人間生きていくためには飯を食わわなないとい,け,ないわけですよ、まあ、僕そんなにガンガン食うタイプじゃないんで一日今1食2食ですけど、まあ、そうは言ってもまあね何も食べずに生きていけるっていう人は いないと思うんですねまあ本でね食わずに生きてるっていう人が食わない健康法みたいなのがあって本当にずっと食ってないでも生きているっていう人が中にはいるらしいんですけど僕はすいません食べます <laughs>、まあ、少ないですけど食べますね、うん、でも一般的に食べないときついと思うんですよね、うん、だから食べるっていうことは まあ最低限でその食う、飯、飯代は稼がないといけないわけじゃないですか、最低限。うん。じゃあ何年生きるんですかと。80歳になっても多分飯食うと思うんですよ。久保さんのお父さんお母さん飯食ってると思うんですけど。ただで食えんのがっょっと食えないんで <laughs>。だから、お金を稼ぐイコール僕は生きるっていうことかなと思うんですよね。うん。なんかその、なんだ、車を。 まあ僕はねあの車が好きなんで車にもお金は使いますけれども、まあ、もしそのお金に余力がなかったら、まあ、車にお金は使えないのでだけど使うところはあるとするならば、まあ、飯食う飯代にはお金払いますねそれは食ってあの生きていくため、うん、だから結局必要なんですよ絶対必要なんですよね、まあ、自給自足するんだったら別ですけど 俺自給自足してないので畑もないし米作ってないし野菜作ってないんで買うしかないですね魚も釣,釣ってないんで魚を釣る船もないしだからまあね船がある人に釣ってもらってそれを買うしかないし畑を持ってるね野菜作ってる人から金払って買うしかないし米ないから米を作ってる人からを買うしかないし。 まあ、まあ僕はまあでも情報発信してまあちょっと少し例外が出てきたのがまあ、久保さんもそうですけどまあ食い物はね視聴者の方からねお金じゃなくて食い物が送られてくるってね僕米もいろいろもらいましたね米ももらったことあるし野菜もらったことあるしいろいろありました、ね、にうんだからまあお金稼げないんだお金じゃなくてもね 作っていくためにじゃあお金はもらえなかったとしても米もらえるもらえますかとお金を稼げなかったとしても野菜もらえますかと野菜がもらえなかったとしても肉もらえますかとこの前バレンタインデーでですね僕びっくりしたのがあのまあくぼさんのねソカ塾にも入ってると思いますけどなみさんからねハンバーグを送られてきました、ね、ハンバーグが送られてきました。 ハンバーグハンバーグをしかも手作り手作りハンバーグで冷,冷凍で送られてきてびっくりしましたねなかなかなんかファンキーですよね <laughs> だから結局そのなんだろうなお金が稼げ仮にお金が稼げなかったとしてもなんか食うもんもらえます いつもお世話になってますつっ食うもこれよかったら食べてくださいつってなんか食べるものもらってますってかそれをもら,うもらお金をもらうか食うものもらうかなんかしないと生きていけないですよ。うん、でそれをもらわなくても生きていきたいんだったらお金をもらわなくてもいい、うん、食うものももらわなくてもいいそれでも生きていきたいんだって自給自足するしかないですよほんとに。うん だ結局そのなんだろうなまあ僕と久保さんはこう情報発信してますけどあ情報発信することによってそういう現象が得られるわけですようんそうなんかあの朝チェックしたらねあのなんかあの熟成さんから報告もらってなんかそのナンパ ナンパしているやつなナンパ歴なんか20年あるらしくてでナンパの今情報発信してるんだけどもなんかノートであの商品売れたみたいで一応少し利益上がりましたって報告もらったんですけどどうすか別にお金稼ぐ方法じゃないですよナンパナンパ20年やってきたからその経験を生かしてナンパの極意みたいなねまあ発信をして商品売ってうん。 でもそのナンパをこれからしたいとかナンパがうまくいかないとか女性との関係がうまくいかないっていう人に対して20年20年の経験はね非常に価値があるんじゃないかなと僕は思いますしまあこれからねまあその人にワンツードーは撮りますけど、うん、そうなナ,ンパナンパ教材でめっちゃ稼いでる人もいるので。うん まあまあ何かしらその自分が経験してきたことだったりとか体験してきたことっていうのを発信はできますからね例えばね向こうなんか発信がわからない人そんな私には価値がないとかね私そんなのないっていう人いると思うんで昨日やった僕の発信をシェアするならば昨日僕散歩を8キロしてたんですけどかその散歩の中でね まあ、桜,が桜が今咲いてたんですよですげえ綺麗だったんですねでそれを桜のね映像をね、まあ、インスタのストーリー投稿にアップしたんですよねじゃあめちゃくちゃ綺麗ですね」と「癒されました」てそう癒しを与えてるわけですよでも桜取れません別に <laughs> あなたが咲かなくても桜咲いてるんで大丈夫です あなたが綺麗じゃなくても、桜綺麗だから大丈夫。<laughs> まあ、久保ニュースですよね。まあ、億万長者合宿の本編で、ね。話しましたけど。第一次情報、第二次情報、第三次情報みたいのありますけど。そう。うんだから、何かはね、与えられるんですよ。自分が、自分がなくても。桜は持ってるし。 でその桜をね形桜をその見たものをねあ綺麗だなと思ったらそれをシェアすればあ綺麗ですねとありがとうございますみたいになったりするしまあなんだろうなでできなないいことはないとは思うんですよね、うん、だから情報発信のやっぱね概念っていうのをしっかりとまあもちろん桜のねあれですよあの 映像をこう写真撮ったりとか映像を流して商品が売れるのかっていうと、まあ、ちょっと売りづらいですけどでもそこの関あとはまあこの億万長者合宿でも何回も言ってますけども商品を持ってればいいんですよ。それは勉強すればいいし商品の作り方を勉強すればいいしセールス勉強すればいいしやればいいしって話でまずベースとしてはその関係性知ってもらうだったりとかまず知ってもらわないと何も始まらないので。 知ってもらうそしてあのなんかあこの人面白いなとかあこの人の写真いいなとかこの人のストーリー投稿面白いなとかだか,結構だからストーリー投稿ねめちゃめちゃしたんですよ。まあ、10しかもこれ15秒ですからね昨日結構僕してめっちゃしたんです結構。まあこんな感じでねストーリーっていうのがあるんですけどこれ15秒の枠で。でこの もう歩いてる感じですね、これ。う歩いてこうこ、あ、これ桜ですね、これ。これ15秒ですよ。もう結構きれいに撮れたんですけど。うん、で、ここに BGM も入れられるんですけど、これで、なんだ、歩いてるやつですね。歩いて、なんか、こう歩いてて、なんかこう、まあ、僕はちょっと映像ね、こう、下から上に行くっていうのをやってるんですけど、最初から見せないみたいな。 歩いて歩いてこうああっていう見せるっていう、ね、もう結構機能アップしましたねここいっぱいありますこれがあこれがそのお酒飲んでた時のやつですねお酒飲んでた時のやつこれでラーメンも食べに行ったんですけど 猫とかね。これラーメン屋さんですか。ラーメン屋さん。ああこれラーメン屋さんすか。もう十五秒さ。十五秒。<laughs> うん。 もうこれね結構ね今ストーリーあの反応ありますからねすげえ大体今これ全部ストーリー200人ぐらい見てますね200人ぐらい見てますこもう何人見たかもう分かるんないですけど十五15秒です15秒15秒ぐらいできるでしょやろうと思えば だから今はねいろんなやっぱねそのまあこういうデバイスもあるし、まあ、15秒の動画だったらほんと軽い、まあ、そんな重くないのであのすぐアップロードできるんですよまあ,あ 4G の場所だったらね大体 4G の場所だったら15秒の動画だったらなん1分かかんないと思いますね、うん、で15秒でしょコマうん なんか久保さんがねセルシオの動画をアップしてますけどこれセルシオじゃなくても普通の軽自動車でもやろうと思えばできるんですよ逆にその持ってる軽自動車があのなんだろうな結構その売れて売れてるというか大衆向けの軽自動車だったらもしかしたらあのそのそ切り口ですね切り口次第ではアクセス稼げるかもしれないですねまあそうするとリサーチしてみないと分かんないですけどうん。 まあ切り口次第ですねだ例えばねあのこの前見たのがあうまいなと思うのはんかねオンボロの車オンボロの車にワコーズっていうね今添加剤ワコーズっていうワコーズだったか有名な添加剤があるんですよでそのワコーズの最上級の添加剤があってそれ1本3,000円か4,000円するの4,000円ぐらいするのかな1本4,000円ぐらいでする結構高いんですよ昔なかったんですけどここ数年出てきた新商品で あのー、でそ,のそれを3本一気に入れたらどうなるのかみたいなそのオンボロ車になんかそのワコーズの添加の剤3本入れたらどうなるのかみたいなのがあってそれが何十万回か回ってましたねだからまあ切り口ですよね。その車はオンボロなんだけどその,その最上級の添加剤ですよねこれ入れたらどうなるのかみたいなっていう切り口ですね。 車は買えなくても、まあ、ワコーズの添加剤は買えるかもしれないじゃないですかね三300万とか400万とかね、まあ、フェラーリとかは買えなかったとしてもねその車はワコーズの添加剤は買えるんじゃないかなみたいな <laughs> まあこれはちょっとプロデューサー的な視点が必要ですけどね情報発信するときにそういうその切り口の部分に関しては、まあ、僕のストーリー投稿も他の人のストーリー投稿とやっぱちょっと違うんで多分その。 も面白くしてるんで自分で面白くするように綺麗だったら面白くなんかいろいろと物語というかねちょ,ちょっとそれは考えてやってるのでちょっと他の人初心者の人とはちょっと違うしじゃ違うからなんかなんかこ,このすき昨日なんですけどそのメッセ初めてそう初めてそのストーリー投稿にねこのレスポンスが来るんですけどそう昨日初めてねそのストーリー投稿を見て。 あのレスポンスくれた人がいて見てるとだんだん面白くなってきましたみたいな「いや狙ってるよ」みたいな「そう起きたな」みたいな「そうあのストーリー見て,見てたらだんだん面白くなってきました」みたいな「いや面白くなるように一応工夫してんだけどな」みたいな <laughs> まあでも狙い通りだなっつって、ね、反応きましたけどだって散歩ですよ 散歩でファン作るみたいな散歩してる時に <laughs> 見たものなん,か面白いなんか面白いなと思ったものを、うん、昔ねそのケンコバさんがねケン,コケンコバさんがケン,ケンと小林さんかななんかの番組でやってたんですけどなんかその歩いてる中でその面白い看板かななんかそれを写真撮ってそれでそれをなんか解説するみたいななんか毎やってたんですよ。で面白くて なんか街中歩いてたらたまになんか変な看板だったりとか,かおもろいものあるじゃないですかちょうんみたいなとかでそれ撮ってでそれを解説するとか,、ね、だかそれも別に YouTube だったりとか TikTok だったりとか TikTok もいいんじゃないかな、まあ、インスタントストーリーも合う,合うかもしれないしね、うん、でもそれって自分が面白くなくていいんですよ <laughs> わかります <laughs> 自分が面白くなくていいんですよ面白いものを発見すればいいだけなんで、まあ、それ電波貼っとく、まあ、発信するという電波ですよねメディア テレビ局を運営するメディアを運営するっていうその電波というかその,あの電波とあれば受信できるんででもそれを情報発信するっていうようなテレビ番組を作るプロデューサーっていう視点で歩いてなかったらね素通りだけども常に電波張ってると綺麗だな面白いなとかあの入ってくるんで,でそれを形にすればいいんですよ。うん まあ、でもこれはちょっと上級ですけどね。いきなり初心者がその考え方になることはまあないとは思いますけど。でも。上級者になるべきですよ。これはでも発信していけばわかるし。まあそこでお金どうやったら稼げるのか。じゃ、お金稼ぐためにはまず知ってもらわないといけないから。まあ発信しないといけないし。でも知ってもらうだけだとファンにならないし、興味,興味も湧かないし。じゃあ興味を持ってもらうためにはどうすればいいのかとかね。 うん、でそれがもうなんか当たり前のごとくできる僕はもう仕事でやってるので別にそれは当たり前なわけですよね別にイン,スタのインスタも趣味でやってるわけじゃないから仕事でやってるんで、うん、そうでもまあ趣味の部分もじゃ入,っちゃ入ってるっちゃ入ってるんですけどねまあ写真撮るの別に嫌いじゃないしでも好きかっていうとまあ好きな方かな でもそこに対してプロデューサー視点が入ってるので、うん、ちょっと違いますよね、うん、他の一般の人と、うん、そうだからそのストーリーもこのだからさっきのなんかねあのストーリー投稿の中のその。 ラーメン屋行くストーリーもあってそのラーメン屋行くストーリーの中でそのあこういう感じのコマを取ってったらストーリーっぽくなるなみたいなっていうのがあってまず最初ホテルでなんかそのラーメン食いたいなみたいな,なんかふと思ったみたいな絵面で,でその後じゃあ実際ふと思って動き出したっていう思う動き出すで動き出して出会いがある。 出会いは何かというと猫との出会いですね。で猫との出会いからのようやくたどり着いたみたいな。たどり着いてからのか最後の結末みたいな何かんか,、まあ、なんかそ,そういうなんかどういう駒をだから僕の中ではその猫のシーンがね結構良かったんですけどこの猫のシーンを入れるっていうのはね結構ねあの僕の中では。 あれだったんですけど。なげえな、20分も話しちゃったな。まあいいでしょう。今から、今から、風呂、風呂、風呂、あ風呂5時からやってんな。ちょ風呂入ってこようかな。はいでは